どうも皆さんこんにちは、マハクです。ボーダーランズ2続きをプレイしていきます。ゲートで見張りと会う。お前か。ミスターミスボルトハンターさん、今開けます。オーケー、頼むよ。ん？これはハンター殿。ああ、離れないとダメだったの？申し訳ない。ローランの司令は、送りの警察部門から戻らなかったんですが、こういう事態に備え、味方か。指示を残しています。いきなり敵が来るかと思った。嘘でしょ。ローランドを助けてあげて。クリムゾンレイダーズだけじゃ歯が立たない。とにかく居場所を探しましょう。オッケー、お？町のメカニックと話をする。ここはダール社のものだった。最高戦の、おお、ごめん、話の最中だった。てめえハイペリオンか、知ってるぜ。てめえら全員ロボットでゴミから鉄くずを漁って食ってんだろ。ローランドが消えた直後に襲ってくるって予想はついてたぜ。俺を殺しに来たってんなら言っておく、俺は命の限り戦うぜ。すごいテンションだな。おい、ちょっと待てよ。さてはお前、ハイペリオンのロボットじゃねえな。しかもボルトハンターじゃねえか。すげえな。ボルトハンターっていやユニコーンみてえな珍獣だぜ。そうなのか。手を貸してくれんのか。クリムゾンレイダーズが話してたぜ。ローランドは俺に、もし奴がいなくなったらプラン B はサンクチュアリーを離陸させて超クールな飛行都市に変えるの略な。そのプラン B に移るよう言ってたんだ。ここにある燃料電池とこのすごい略だな。待っていい。スコープにちゃんと顔も映ってるのがなかなかだよね。相変わらずというか。オッケー、あと一つ、あ、弾速遅えな。上か。点火装置に差し込むんだ。それからブラックマーケットで燃料電池をもう一つ買ってくれ。イリジウムはそのためだ。ちなみにマーケットをやってるクレイジー R はやべえから気をつけろ。あいつうちの車を丸ごと食っちまったからな。車食うって人間なのかそいつは。まあ、とりあえずん、ああ、一応この先に自動販売機、こっちか。うちの商品に勝るものなんてありません。足が保証します。よし、エリマキトカゲ食わせろ。はい、チクッとしますよ。なんかやべえことしてんな。いやいやいや、注射の刺し方やばすぎるだろ。悪いが今は仕事がない。あ、ショップか。ショップだけど、まあそうそう大したもんはないな。自動販売機だらけだな。患者やれそうだけど、やっていいのかな。やめとこう。サンクチュアリのバンディット将軍、そちらにボルトハンターが到着したらしいな。引き渡せば賞金を出そう。とりあえずここに一つ。心配、ローランドはこんな時のためにいろいろと準備してたんだ。燃料電池とか他にもな。あいつお前にすんげえ会いたがってたぜ。
クリムゾンレイダーズには新しい血が必要だし、血を流させるのは得意みたいだからね。んで、この先か。何か買ってくれりゃ、こんな燃料電池はくれてやる。こいつのせいで指が2本も腐り打ちやがった。それから現金なんかよこすなよ。イリジウムだけだ。あー、そういうやつね。どうしよう。アサルトライフル、グレネード、バックパック、弾、どうしようかな。グレネード今強いから。マジかよ、本当に買うやつ。クラッピー、これでいこうか。ブラックマーケットは、ははは、どこ行ったんだクラッピー。間違えたね。ちょっと待ってよ。スキルを振ろう。よし。どうしよう。びっくりマークはサブクエストだよな、多分。いや、ボルトハンター君、無事フリーモング受けちゃった。年間を出す前に、まあ、とりあえず受けれるだけ受けるか。彼のスから何か持ち帰ってくれれば、それを元にまともな学名をつけてやれるんだがね。受けるのはタダだからな。払い戻しはできないかい。この銃壊れてるぞ。そんなはずは。いやいやいや、壊れてなんて言いやせん。もうちょっとやり方があるんじゃないか。で、撃たれたやつがいなくなっているという。頼みたい仕事があるんですよ。毎度どうも。クリムゾンレイダーズに入ろうってんなら、エレメンタル武器に慣れとくべきでは。お、射撃場か。ピカピカのマリワン製エレメンタル武器が入りましてね。よかったら試し撃ちを手伝ってくれませんか。ほうほう、ぜひ。射撃場の方へ。ファイヤー系の武器は生身の肉体には有効ですが、シールドには何の役にも立ちません。ファイヤー系に落ちろ。待ってください。オーケー。ショック系の武器。あー、そういう感じの任務ね。ショック系の武器はないな。レジスタンスのクズめ。ジャック様がこの街を灰にするのは時間の問題だ。こいつをいただこう。ミッション武器をゲットしていた。あ、なるほど。ジャックにこびるからこうなるんだ。ショック系、それから、このロボットみたく相当多いた敵は高いダメージ耐性を。一応武器貸してくれてたんだね。殺し武器の武器です。スラグ。では今度はスラグ。おっと、スラグ化すればこっちのもの。あとは簡単にとどめが刺せますよ。武器を変えて再度攻撃してみてください。武器を変えて。さすがですね。武器の扱いは覚えたし、これでいつでもジャックを倒せますよ。じゃ、エレメンタル武器が欲しくなったら、ちょっとお金を出し。おなじみの武器商品。あ、これで終わりか。オッケーオッケー。いい経験をさせてもらった。
こっちじゃないな。ああ、これか。暗殺。クリムゾンレイダーズに告げる。暗殺者は暗殺。そうしたハイペリオンのスパイがサンクチュアリを標的にしている。スリーホーンズを捜索し、発見次第排除。可能なら目的を突き止めろ。そうだね。まあ、一応武器ももらえるみたいだから、これをちょっとやっていこうか。先に設置するか。サンクチュアリはもともと最高戦だったってのは知ってるな。ダメか、くそ。いよいよローランドを探さねえとまずいぜ。あいつの司令室に行ってみな。何かメッセージを残してるかもしれねえ。ほうほう。ああ、これ違うマップなのか。次の、次というか戻らないとダメか。まあいいか、とりあえずやろう。いや、遠いな。遠いとか、また違う。あれ、これはちょっと後回しにするか。まあ経験値はかなり美味しいんだけどな。まあいいや。まあ多分この先あの辺向かう用事とかあるでしょう。からの方がいいか。ダメだ。ダメだ。お、クラップトラップ。どこに行ってたのですか。サンクチュアリへの近道を教えようと思っていたのに。ところで、この私が帰還したというのに飾り付けが足りないですね。まあいいでしょう。きっとまだ終わっていないのです。こんなところで何してるんだ。こんなゴミだめんところに。まあまあ無事でよかったね。ローランドからメッセージがあるぜ。そんなことより俺、こっちが気になる。販売機にお任せを。スナイパー売ってるね。スナイパー。サブマシンガン。単純に威力の高いやつを。不要な銃はいい。でも引き取りますよ。この武器結局使わなかったな。ほぼというかもう全く。よし。俺一人でも勝てる気がするぜ。素晴らしい。プラン B、OK。素晴らしいね。よし。お前がこれを聞いているなら、俺の身に何かが起こったということだろう。お前にはこの街を、いやこの洗濯機の中に玉が入ってるって。大丈夫か。情報を金庫に残して、すべてお前の思ったように使え。これ使いたいんだけど、使いたいというか開けたいんだけど。精神状態は良くないけど、研究は順調よ。今は特別仕事はない。
と待てよ、その前に軽く探索するほどでもないな。あーこれ金庫というかあれか、あー金庫だね。こちらファイアホーク、フロストバーンキャニオンに来い、人命に関わる。オッケー。ファイアホークといや殺しまくりの証券稼ぎじゃねえか、さすがにまずいぜ。フロストバーンキャニオンに向かってくれ、ローランドを救出するんで。その前にこれを、これ開かないのか。ハイペリオンに対抗するには彼の協力が不可欠よ。しゃあない、諦めよう。これクラップトラップの任務だね多分。79、これいらんね。この中か。お前か。395か。ローランドの部下がこのハイペリオン社員を外科手術をする。勢い余って肺がめちゃめちゃになっちまった。緊急手術が必要だ。お前さん、手術の助手をやれ。マジか。さてと、では胸骨のすぐ下を小さく切開するんだ。だが慎重にだぞ。冠動脈を傷つけるんだよ。もうこれまた違うゲームになる、なりそうな感じだけど、いいのかこれ。まあいいか。いいんかい。いただき。イリジウムのかけらか。まったく何度言ったらわかるんだ。こんなもの飲み込んでも力なんて手には入らん。この破片はダメだ。不純物が残ってる。ブラックマーケットじゃ使えん。代わりと言ってはなんだが、町の反対側にいるタニスに届けてはどうだ。本物の学位も持ってるし、イリジウムにご就寝だからな。ところで仕事を探してるなら声をかけてくれ。ちょっと頼みが。了解。まともな臓器が手に入るのはいつのことやら。ローランド、前も言ったけど、鍵を手に入れた以上、ジャックがボルトを開けるのは時間の問題よ。それから換気装置を何とかして。研究室がベーコン臭いの。わかる？ベーコンよ。科学的妄想の果てに私はこんな仮説に到達したの。すなわちジャックとボルトの鍵とイリジウム、この三者はとても深いところでつながっている。オッケー。手当てが必要になったらまた来るといい。破傷風など気にするほどのことじゃないさ。ここはあかんのか。それじゃあ、多分外に出るっぽいな。この町にはファストトラベルの装置なかったのかな。あったわ。まあいいか。下か。オッケー。ちょっと待って、もう一回場所を確認。
ここ渡らないとダメだね。いて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 。この中か。敵はいるね。やっぱいいね、スナイパー。こわ、でけえのいる。ちょっと待って。あと一発。あれ待って。痛いよ。おい。グレネード。オーケー、素晴らしい。これで全員か。まだキモいのがいるな。よし。遺言はない。もう死に方よ。さあ次のエリア。いるね。すげえ走ってくる。どっから湧いてきたんだ。ここから狙えるぞ。待って、これ後ろにいるな。後ろにいるぞ。当たんね。あと一発。リロード。テンション高えな。オッケー。
待て、近くにいるな。火炎放射器まとめて吹き飛ぶがいい。いていていて、いた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 。危ない。真正面から全然当たんねえ。どこだ、下か。いや、そこだ。全然勝てえな。OK。いて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 。全然当たんねえ。エイムが。オッケー。まだ湧いてるな。ちょっと待ってくれ。なんかやり合ってる。おお、すげえ。ジャンピングパンチ。このまま二人一気に片付けよう。オッケー。この先か。ファイヤーホークは長いことブラックショット、もっと威力の高い武器が欲しい。今までこんなに大規模な報復はなかった。今になってどうしても。よし行くぞ。よい、感じるぞ。おい、いる。思い知らせてやるんだ。野郎の口にてめえのクソをねじ込んでやれ。汚いな。汚ねえな。さて、弱点があるっぽいな。あの多分ケツが弱点だな。いていていて。だいぶ弾がねえな。オッケー。このグレネードやっぱ強えな。こっちなんかあるかな。上に上がれるだけか。だが、うんうん、
どうしようかな。クリティカルヒットダメージ量が上がる。そうだな。やっぱこの辺取っといた方がいいよな。まあこっちも捨てがたいがな。まあ、とりあえずちょっとリロードの速さとかを。よし。